ルパ,ルパン三世、ルパン三世、ルパン三世、A、ルパンザサードは、モンキーパンチ、原作の漫画、アニメ作品を呼び、その主人公の名前、回答、ルパン、ルパン一世の孫、ルパン三世を、主人公に置いた、ナンセンス、コメディ、スラップスティックの要素を多分に含んだ、アクション作品である。1971年からは、テレビアニメ化され、以降は、 映画、OVA、ゲーム化などの隠しメディア展開がされ、現在に至るまで半世紀以上、幅広い層からの人気を得ている。2017年には連載開始から50周年を迎えた。漫画アクション1967年8月10日号、創刊号から1969年5月22日号まで連載。全94話。モートドラッカー、モート、 ドラッカーの影響を色濃く残す、ひょろりとした線で描かれる長身の登場人物。最後の最後まで読者の裏を書く、ストーリー展開。両者が相まって本作独自の作風を醸成している。原作はアニメ、特に第一シリーズ後半以降とは全く趣きが異なっており、ハードボイルド色の強い描写や性的な描写が頻繁に描かれる一方、 アニメ作品に見られるジョークやギャグは少ない。ルパンたちの表情にも時々まぬけなユーモラスさが描かれつつも全体的にダークなイメージである。連載時と収録の順番がやや異なっている。そのため、43話で仲間になったはずのゴミギエモンが47話で再び対立している。2018年現在、テレビシリーズが5作、番外編1作、単発長編作品。 テレビスペシャルが25作、番外編1作、新作映画は単独作品8作、クロスオーバー作品が1作。その他、OVA シリーズも数作作られている。1968年、東方の劇場ヤクザアニメ映画を目的として、パイロットフィルムの企画会議が A プロダクションで発足。翌1969年にパイロットフィルムが制作された。 パイロット版以外にも、脚本、ルパン三世三代目、襲名、北原はじめ、ルパン三世華麗なる、犯罪懸爛なる狂気。大和や厚紙も用意されたが、未使用に終わっている。1971年から、テレビアニメ、ルパン三世が放送を開始した。当初は大人向けの作品を試行していたが、当時の視聴者の関心を集めることができず、 対象年齢を下げるという路線変更の後に打ち切られた。放映終了後、放映料が安かったこともあって、全国で再放送が繰り返された結果、その度に人気が高まり、5年後の1977年にルパン三世が制作された。この第2シリーズの高評価により、現在までに及ぶルパン三世のキャラクターと人気が確立した。だが、第一シリーズもまた、 ルパン三世の人気を支える土台となった名作として、まだ根強い人気を誇っている。その後、テレビシリーズは1984年に、ルパン三世、パートイ、2012年にスピンオフとなる、ルペンザサード、ミネ・フジコという女、2015年に、ルパン三世、2018年に、ルパン三世、パート5が制作されている。 日本テレビ制作のアニメとしては断続的ではあるものの放送期間は2018年現在47年という長寿番組でありテレビアニメ全般で見てもサザエさんに次ぐ第2位であるなお2000年以降の DVD 制作等のリマスター作業の過程においてエンディングテロップの制作会社の表記は東京ムービー新社極一東京ムービーから トムスエンタテインメントに変更されている。戦術の通り、ルパン三世のアニメシリーズはすべて日本テレビ系、読売テレビ系で放送され日本テレビとトムスエンタテインメントが制作している。アニメ制作については一部のテレビスペシャルや第4、第5シリーズはトムスの子会社のテレコムアニメーションフィルムが担当している。各シリーズの詳細については、 それぞれのシリーズの項目先を参照。ルパン三世ベストセレクションについては、本稿ベストセレクションを参照。突起がないものは、TV 第一シリーズ TV 第二シリーズパートイの3作品を放送していたつぼね。系列は、現在の系列。ルパン三世はかつて地上波での再放送が多かったが、2000年代以降は、CS 放送や BS 放送の再放送が、 主流になっている。またシリーズが多岐にわたっているために複数の放送局が放映権を取得している。各シリーズを放映しているつぼねは次の通り。アニマックス開局前は全面的にキッズが放映権を取得していた。2012年以降、テレビシリーズは HD リマスター版での放送に変わっている。スペシャル版は土日、キッズは深夜で月1回ペース。 日テレプラスは不定期に放送している。2014年以降はワウワウやディズニー XD が新たに放映権を獲得している。なお、ジブリ関連である第2作ルパン三世カリオストロの城は BS、CS において一度も放送されていなかったが、2017年に初めてワウワウで放映された。テレビシリーズ放送終了後、日本テレビで長編作品、 テレビスペシャルが不定期に放送されている。初作は1989年土曜スーパースペシャルで放送されたルパン三世バイバイリバティ危機一発。翌年からは枠を金曜ロードショー2012年からは金曜ロードショーに海外へ移し現在に至るまで一貫して日テレをキー局制作局として放送 NNN30 局のうち テレビ大分を除き29局同時ネットを実施している VS 名探偵コナンのみ日テレと読売テレビの共同制作2008年までは放送枠が異なる第1作バイバイリバティ危機一発と諸事情で9月に放送がずれ込んだ第18作ルパン三世セブンデイズラプソディを除き1年に1作品7月最終週から8月 初旬頃の夏休み序盤に放送していた。2009年は、日本テレビ開局55周年と、読売テレビ開局50周年特別記念作品として、名探偵、コナンとのクロスオーバー作品、ルン三世 VS 名探偵コナンが制作されたことで、単独の新作は制作されず、第21作、ルパン三世、ザラスト呼ぶは2010年2月に放送された。この頃から、 放送期間が不定期となり、第22作は1年10ヶ月のスパンを開け、2011年12月に放送。2014.15年の未放送期間を経て、2016年には2年ぶりに TV 第4シリーズをベースにした第25が放送された。2019年冬には3年ぶりとなる第26作が放送される予定。 2017年7月5日から12月20日まで日本テレビ他にて原作50周年を記念した特別企画番組ルパン三世ベストセレクションが放送された TV アニメ第1第2第3シリーズ全228話から事前にファン投票で選ばれたベスト24エピソードをカウントダウン形式で放送初回の放送が第24位最終回 第24回が第1位の放送となるラッキング順位はそのエピソードを放送するまで非公表。番組冒頭にはルパン3世を演じる栗田寛一のナレーションによる選ばれたエピソードの順位と簡単なあらすじ紹介が入る。なお放送するのはオープニングと本編のみでオリジナルのエンディングと次回予告はカットされているクレジットは番組としての ED で簡易に記載。 番組は4、3画面の左右にタイトルとエピソードの順位が入り、本編冒頭には、この作品は制作当時の時代背景や作品性、制作者の意図を考慮し、そのまま放送しております。ご了承ください。というテロップが入るほか、差別的表現については無音処理が行われている。本番組では、TV 第3シリーズの一部エピソードが、 ランクインされているが、TV 第3シリーズは一部地域を除き、地上破砕放送がほとんど行われなかったため、制作局である日テレを筆頭に、地域によっては本番組が初の地上破砕放送となった。1971年連載開始。全36話。テレビアニメの放送に合わせて連載された作品。単行本では、原作漫画、92がアッされ、 さらば愛しきルパンの次の第95話から始まっている。前作の3年後という設定で始まっている。1977年連載開始。テレビアニメの放送に合わせて連載された作品。全189話、番外編1話、単行本無収録を除く。前作の5年後という設定で始まっている。テレビアニメにイメージを近づけるため、ルパン一味、ルパン。 次元、五衛門、藤子が、ほぼ毎回揃って登場し、行動を共にするようになった。1984年短期連載開始。脚本は、第1話のみ、大川俊道。第2話以降は、平野康史氏。このシリーズでルパンは一貫して、三世と呼称されている。2003年から2005年にかけて、ルパン三世公式マガジンに全4話、1話は、 全後編が再録されたが、単独での単行本化には至らず、2017年7月発売の、ルパン三世単行本未収録集に収録された。未収録作品は2003年から2005年にかけて、不定期に、ルパン三世オフィシャルマガジンに掲載されていた。同誌では、セクシールパニ E の全4話と過去、アクション増刊に掲載されたサイレン短編。 センサンナンセンスが再掲載されている。アクションコミックス35周年となった2005年に、刊行された、ルパンザサードザベスト全4巻には、新ルパン三世のサンフランシスコ返結後に、発表された1話完結の、一縮一冊、俺は、シャドウ、ガールナッパーの3話、ルパン三世パートイのアニメ開始に伴って、掲載された1984年の、単発読み切り作品。 俺流話が商品化に至っている。さらに2015年秋にはルパン三世オフィシャルマガジンの紙面出版最終号において女だけの刑務所スーパースター外伝の3作品が初の復刻とな。これらは2017年7月28日発売のルパン三世単行本未収録作品集にすべて収録された。現時点で一度も再録されていないのは アリス・プロードと A 会話作戦に収録されたキーポイントを盗め、バーボン気分での2編となる。1975年から1976年にかけ、週刊少年アクションにルパン小僧が連載。全18話、ルパン三世とミネフジコの間に生まれた通称ルパン小僧が父に後継ぎとして認めてもらい父を超える大泥棒を目指すため、 父親探しの旅に出るというストーリー。相棒、アイキマリリニア、小僧、王警官、シャーロック・ジュニア、ルパン三世の財宝を横取りしようとする、男、ネズミなども登場する。第1話では、母親に、父親の居場所が書かれた地図を渡され旅に出て5年後、父親の屋敷を発見するまでが描かれている。第18話には、次元とごえもん第一話と十八話には、 ルパン三世本人もゲスト出演しいるが、ルパン三世として、正体を明かした上での対面はなかった。週刊少年悪ンの休刊に伴い、18話限りで終了。結局、父親に認められてルパン四世になれたかどうかまでは描かれていない。ルパン小僧は、新ルパン三世本編の第29話、死闘。藤子対ルパン小僧にも登場するが、 同話に登場するミネ・フジコに、あんたは偽物で、俺の母親が本物のミネ・フジコだと言い、そのフジコももう一人のフジコの存在を否定し、ルパンと関係を結んだ事実はないと言っており、どちらが本物のミネ・フジコなのかは不明。ルパン小僧は、モンキーパンチが少年誌に連載する際、編集部から企画として持ち込まれた設定であり、モンキーパンチは文庫版の後書きで、 執筆の了承はしたものの、少年誌で子供の泥棒が主人公の漫画を描いて良いものか迷っており、入校期限を過ぎても下書きすらできていなかったことを明かしている。また、この作品をトリビアの泉、素晴らしき無駄知識で嫌々ややで描いたことを明かしている。しかし、同番組でのインタビューにおいて、ルパン三世の子供として今でも公に認めている発言もる。 以下のキャラクターは各項目を参照。ルパンたちの名称はルパン一味もしくはルパンファミリーとされているが、フィギュアなどの一部のグッズでは宿敵である全2型もルパンファミリーとし、扱われることがある。原作ではこの5人に年齢は設定されていないが、テレビスペシャルなどでは数十年経ったという発言が目立つ。 作者は2014年8月に放送されたインタビューで、ルパンは20代後半くらい、藤子はそれより3つか4つ下、次元はルパンよりちょっとだけ、兄貴分、五右衛門はルパンとだいたい同じ、銭型は3つか4つくらい上と述べている。パイロットフィルム、OVA 作品は除く、いずれも双葉社冒険ゲームブックシリーズ。編集、制作はすべてスタジオハード。 本作は長年にわたって制作され、幅広い人気を保っているため国内外数多くの漫画、映像作品に影響を与えた。さらに1990年代以降は、ルパン本編の新作で演出として、旧作のオマージュが登場するとが増えており、これらを含めると本作のパロディオマージュは、莫大な数に上るため、以下の3点を代表例として掲載する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。